皆さんこんばんは。 YouTube シラバスフランス料理担当の酒井敦です。今日は7月24日ですね。暑い日が続きますが、お野菜をたっぷりとって、元気が出るようなスープのご紹介をします。材料はこちらです。スープピストゥですね。イタリア料理でいう、ジェノバペースト、バジルを使ったもの、フランス料理、地中海沿岸プロヴァンス地方でも、同じような、合わせ調味料がありまして、それをピストゥと言います。イタリア料理ではジェノバ風、ジェノベーゼですが、フランス料理ではピストゥです。でそのバジルを使ったピストゥですが、今日は大葉、愛知県大葉がたくさん取れるので、その大葉を代わりに使ったピストゥです。でスープ早速作っていきましょう。鍋を用意して、オリーブオイルのが温まったので、火が通りにくい硬いお野菜から炒めていきます。玉ねぎ、人参ですね。色が半透明に変化してきましたので、残りのお野菜を順番に。じゃがいも、ポアロネギ、西洋ネギですね。なければ白ネギで結構です。それからズッキーニ、かぶ、大根でもいいんでしょうが、かぶの方が、味がですね柔らかくまろやかに仕上がる。大根入れちゃうと大根の味がしちゃいますので、セロリ、です。ここにベーコンですね。ベーコン、お塩、下味つけて、ここに鶏のだし汁です。チキンブイヨン加えます。で沸騰するまで強火で、この間に大葉を使ったピストゥソースですね。大葉です。大葉、にんにく、ローストした松の実、これくるみのレシピもたくさんありますね。今日は松の実を使いましょう。パルメザンチーズ、エキストラバージンオリーブオイルです。熱を持つと、色の変化を起こしやすいので、材料全部よく冷やしておく。それから容器も冷やしておくということが大事です。あともう一つ、ビタミン C を入れる場合もありますね。ではで緑色のソースです。アクを取ってトマト、それからタイムとローリエ、ローズマリーなども相性のいいハーブだと思います。加えて再び沸騰、20分煮込んでいきます。大葉で作ったピストゥソースですけど、本来はすり鉢のようなもの、ヨーロッパにもありまして、そのモアチエという石でできた専用のすりこぎですね、スパイスなども潰したりするような、でそれがでやるのが、常と言われてますが、今日はミルサーっていう便利な機械を使って作りました。で保存して、今空気ミキサーに回したので空気たくさん含んでいるので、落ち着いたら表面にですね、オリーブオイルをかけて、さらにオリーブオイルの層を作って酸化しないように冷蔵庫で保管しておくと、2週間ぐらい常備調味料として使えますので、もしくは冷凍保存して、使う分だけっていう使い方もできます。では20分経ちましたので、スープ盛り付けしていきます。大葉のピストゥソースですね、このまんまスープに溶いて、緑色のスープにしてもいいんですが、カップに入れておいて、容器に入れておいて、ここにスープを注ぎ入れて、立ち上がってくる香りを楽しむという食べ方で今日はご提供します。スープピストゥ大葉の香りの完成です。ではスープピストゥを試食していきます。ベーコンの香りも良くてですね、大葉や見ていただくと分かるんですけど、混ぜて緑が濃くなるという。にんにくも効いてます。愛知県の特産品の大葉もすごくいい香りを出してます。もちろんこのピストゥのレシピで、バジルそのまんま、王道のものを作っていただいても、楽しめますので、お野菜はですね種類多く、今日はレシピに起こしてますが、集めにくくて、億劫になって、作らないっていう場合もあると思いますので、お好みで種類は減らしていただいても結構です。是非、野菜をたっぷりとって、暑い夏をにんにく大葉のパワーで乗り切ってください。セボンです。